ドジャース6、5ロッキーズ、22日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平選手が、1番、指名打者で出場し、1点を追う9回裏に53号同点ソロを放った。自打者ベッツの劇的なサヨナラ弾を呼び込んだ。この日は4安打固め打ちで打率3割復帰。3回と7回にはいずれも2投を成功させており、53から55を達成した。 1>, 1試合で本塁打と盗塁を同時に記録するのは15度目で、自身の持つメジャー記録を更新。128得点で一郎が1年にマークした127得点を抜いて日本選手最多を更新した。大谷は初回の打席でサゼン打を放って6試合連続安打。3回には右前打で58度目のマルチ安打を達成した後、54盗塁目となる2投を成功させた。 5回は一頃に倒れたが2点を追う7回には技あり右前打で12度目の1試合3安打を達成。後続の敵地打で生還して127得点目を記録した。9回の一発で打率3割を確定させ、一郎の持つ日本選手最多得点の記録を23年ぶりに更新した。盗塁の連続成功を32に伸ばし、成功率は93.1%。 イチローの持つ日本選手最多記録56盗塁にあと1に迫った。